岩塾文化賞は、群馬県緑市が主催し、読売新聞社が講演する賞。本校では、岩塾文化研究奨励賞についても記載する。史跡、岩塾遺跡緑市笠家町浅見にある、旧石器時代の遺跡、岩塾遺跡の発見と発掘を記念し、ふるさと創生事業の一環として、1992年に創設された。旧石器時代の文化研究に、 功績のあった研究者、研究団体を対象とした、岩塾文化賞、一般の考古学愛好者、愛好団体らを対象とした、岩塾文化研究奨励賞、一般部門、緑市、桐生市の小中高校生を対象とした、岩塾文化研究奨励賞、学生部門からなる。副賞は、岩塾文化賞にトロフィー及び、賞金50万円。 岩塾文化研究奨励賞に賞金20万円、岩塾文化研究奨励賞、学生部門に全国共通図書カード1万円分が贈られる。受賞式は、緑市立笠掛公民館交流ホールで行われ、受賞者によるシンポジウムも閉催される。選考委員会は、緑市の関係者、日本考古学協会役職関係者、東日本在住の学識経験者、 西日本在住の学識経験者により構成される。委員の任期は原則として1年である。2011.2012年は経費削減を理由に開催を中止した。所属、肩書きは中小当時のもの。人物名の漢字表記は群馬県緑市公式ウェブサイトによる。ありがとうございます。